こんばんは。こんばんは。ご視聴ありがとう、皆さん。こんばんは。3日間お疲れ様、ありがとうございます。皆さんもお疲れ様です。ちょっと明日明後日と続くんですよね。明日もお仕事あって、明後日は生誕祭、そらはさんの生誕祭で続くんですよね。いや、休みなしです。みつれんさん、タコありがとう、たくさん。忙しい。21日はナイトクルージングだし、なんか地味に忙しいです。寝れる時に寝て、うん、寝ます。今日マーループめっちゃ楽しかった。なんか今年一楽しいステージだった。なんか会場の熱気がすごかったです。楽しかったな。ライブっていいなって思った、今日のステージで。だよね、だよね。確かに座ってみるとね、なんか舞台をなんか舞台なんか映画なんだろう、舞台とか映画を見に来てるような感覚ですよね。座って見るとなんか感激みたいな、映画鑑賞みたいな感じ。
なんかちょっと そっちになっちゃう部分あったりするよね。ね、なんかまた全然ライブ、スタンディングのライブと違うよね。てかさ、え、でもさ、ん？ライブって立って見るものだっけ？どっちだっけ？まあ、座って見てもいいと思うけど、あんまりわかんないけど。両方ある。あ、そうなんだ。スタンドは立つ。今までのライブで座ん立っ、忘れた忘れました。こんばんは。うん、ライブ当たってコンサートは座る。うん、そうなんだ。こんばんはです。なんか私のさ、一言一言がさ、割となんか鋭いのかな、なのかわかんないけど、結構はっきり、あんまりなんかそのはっきり言う、あんまりオブラートに包めてると自分で思ってるけど、そんなことないっぽくって、なんか結構はっきり言っちゃうので、だから今後ちょっとあの口は災いのもとなので気をつけます。はい。でまたこういうことを言うとね、なんか野獣って言うとね、また私のね、あの発言がねあのあれなんですよね。そのなんかすごい攻撃的だって捉えられるんですね。なんかあった？なんだろう、なんかそのなんて言うんだろうなんかあったとかではなく、私のね、普段からね思っていることではあるんだけどね、結構それはこうだと思うみたいな感じで結構断言すること多いんですよ。あれはこうじゃないとか、もっとこうしてほしいなとか、こうなったらいいと思うとかなんかね、あんまオブラートに包めないんですよ。それは難しい。それが難しい。間違ったこと言ってない？そうなのかな。ならいいんだけど、ならいいけど。そうですか。私は正直ですね。正直者ですね。
やばいな、やばいな、なんか私みんなにすごく肯定されるから、これからの人生もみんなに肯定してもらわないと生きていけないかもしれん。それもいいと思うよ。それも素敵だと思う。そういうところが好きですよってさ言ってくれるんじゃないですか。優しいよね、本当に。本当に救われるんだよね、それありがたいんだよね、本当。本当にありがたいんだよね。だから結構それは大きいかも、これから先の人生で私のことを肯定して味方でいて応援してくれるっていう、その認めてくださるじゃないですか、皆さんが。その背景とかをさ聞かずに、そういうとこ好きだよ、そういうとこいいよねって言ってくれるじゃないですか。私を好きでいてくれること、好きでいてくれる、そういう肯定してくれる存在ってこれからこれから先私はきっと恋しくなると思います。恋しくはなるけど、でもそれは宝物というか、その存在がありがたかったんだなって感じながら ありがたかったんだなって実感しながら生きていきたいと思います芸能活動はねしませんね、本当に。私芸能活動に対してなんだろう、未練というかそういうのがあんまりなくてですね、なんかもともと何だろう、そのこの5年間がさあ、タワーありがとうございます。え、誰ですか、豊中のヒロさんありがとうございます、ありがとう。ヒロさんありがとう、誕生日、あ、ほとんど見えなかったけど生で見れて幸せでした、とても綺麗なお姿ありがとう。今日来てくれたのか、誕生日かと思ったありがとう。下手にいたのか、何の話してたっけ、あ、そうだ、誕生日12月だ、そうだ言ってたね、言ってたよ。お礼を書きたいと思います、ちょっと待ってて。生誕祭はしないと思います。
見ちゃいけないみたいな学部、あ、見ていいんですよ、見ていいんですけど、確かになんかそう言われたら、確かに隠し撮り、隠し撮り配信、まつけた、じゃーん、田中のひろさん、タワーありがとう、大阪最高、ありがとうございます。クマのシールを いっぱいつけました。うんうんうん、ありがとうございます。同じ誕生月を思い出させていただい
思い出せていただいてもらえただけでも幸せです。ちょっと待って、それは謙虚すぎる、それは謙虚すぎる、ありがとう。いつでも思い出すから、いつでも思い出すよ、あなたの誕生日、誕生月を、ありがとうございます。そういや、いろいろ、そういや、いろんなことあったし、いろんなこと言ったし、中身がいっぱい詰まった甘い甘いものです。イエイ。髪型クラゲ取ったので意図せずツインテールになりました。こんにちは。これは私が描いた絵です。何の話してたかも忘れちゃった。今日はマーループが楽しかったっていう話で終わりましょう。あと7分か。5年間の話って何？なんか私なんか話そうとしたっけ？思い出せない。何言おうとした？あ、未練ないよって言ってた。5年間楽しかったですってこと。そうですね。楽しかった。まだ終わってないけど。まだ終わってませんが。まだ活動はありますが。3連休めっちゃ踊ったな。めっちゃ踊りました。でも一番今日が楽しかった。ライブ好きですね。なんかセンターとかそういうのはあんまり関係なくて、ライブが好き。公演より。公演ボダーライブがチョア。公演はさ、いつもさ同じ
同じセトリで何年間もやるじゃないですか。それは私あんまりあの48グループのことをそんなに知らなんかすごい今更言うんですけど、そんなに私詳しくなくて、それってなんか私実はね、あの STU に入る前あの講演するってこと知らなかったんですよしかも私あの研究生ってことも知らなかったんですね。あの めっちゃなんかすごい今めっちゃ今めっちゃあの暴露してるんですけど、はい、私講演すること知らなかったのしかも研究生スタートも知らなかったのえ講演って何ってなって、あライブするんだって思ってたの。そうそう、なんか今だから言える話なんだけど、えだから知らなかったの。そう、なんかコンサートとかだけだと思ってた。その夏のツアーとかなんかのライブとか。そうなんです。えだからあんまりその感覚が分かんなくって、同じセットリストを何年間も やるじゃないですか。それをえな何年やるんですか、あれ。普通3年とか4年とか、そんな長くないのかな。何年やるか決まってないんだ。あ、そうなの。船は知っていたの。あ、うん、船は知っていました。だから船でいろんなとこ行ってライブするんだと思ってました。本当に知らなかった。なんか劇場があること。あ、やばいやばい。じゃあ終わります。はい、っていう。っていうことをちょっと言ってみました。これランキング読みます。13位ズンミーさん、12位なべなべ所長、11位ローガンフリーマン、10位思想の路、9位ウリンちゃん、8位クジマサ、7位ウミガメ、6位マグ、5位カドカナのタカ、4位ハイキ、3位ミツルン、2位ジャボテン、1位田中のヒロさん、ありがとうございましたじゃあねー。ありがとう。おやすみさい。おやすみなさい。いい夢を見てください。